岡山県の南部に広がる小島湾。現在一部が人工の湖となったこの周辺地域は、明治時代から大規模な干拓事業が行われ、およそ2万ヘクタールもの神殿が生み出されました。その規模は世界有数のものとして知られています。この干拓事業の先駆けともいえる汐留堤防が、筑後郡林間町に築かれた浮田堤です。林間町は江戸時代からいぐさの生産が盛んとなり、町の至る所で当時の繁栄ぶりをうかがい知ることができます。じゃあ、なぜいぐさが林間では流行ったのかということから紐解いていかないといけないと思いますけども、干拓地です。林間町で長年観光ボランティアガイドを務める曽我陽一郎さんです。曽我さんがガイドの中でひときわ力を入れて紹介をする場所が、林間町の中心部を横に貫く県道倉敷瀬能線です。この道がかつて築かれた浮田堤の跡です。全く面影がどこを見ても何にもありません。でもこれはもう浮田秀家が命じて作らせた堤ですので、林間町はそれから発展をしていた町なんです。林間町がいぐさので繁栄する元ができたということです。林間はかつて吉備の穴海と呼ばれた海に浮かぶ島の一つでした。およそ400年前の戦国時代、近隣の川から流れる堆積物などで干潟化していたこの地域に、領地開発を目的に目をつけたのが時の大名浮田秀家です。秀家は家臣に命じ、林間町にある龍神社を東の端とした大規模な汐留堤防を築かせました。そのルートは隣の倉敷市の向こう山まで伸び、さらにはそこから高橋川に接する坂津まで築かれたとされています。堤防により小島湾や高橋川から流れ込む水がせき止められ、林間から倉敷北東部に至る広大な大地が誕生しました。干拓された土地には塩分に強いイグサが植えられるようになりました。以降、江戸時代から昭和30年代までイグサの生産は林間を代表する一大産業となります。後に干潟干拓に対する人々の意欲が高まり、その思いは江戸時代の大規模な神殿開発、そして明治大正を経て昭和34年の小島湾締め切り堤防の完成までおよそ400年にわたり受け継がれます。浮田秀家が堤を作っていなかったら、まあ、林間町はできてないというようなことも過言ではないと思います。林間が発展した一番最初の大切な財産になっております。林間の繁栄の礎を築いた浮田堤、400年以上を経て役割を終えた今も、子どもたちの通学路や町の主要道路として林間町の人々の生活を支えています。